ファインモーションは日本の競争馬繁殖品馬アイルランドで生まれ、日本で調教された外国産馬である。2002年の JRA 賞最優秀3歳品馬デビューから無敗の6連勝で週華賞エリザベス女王杯を制した。1999年1月27日、バロンズタウンスタッドオーペンデーの下で父が デインヒルのヒンバが早生まれで生産される。ジャパンカップやブリーダーズカップターフ、チャンピオンステークスと日曜前の GI 競争をご称し、1997年度のヨーロッパカルティエ賞最優秀コバのピルサドスキーの範囲モートとなった。北海道浦河郡浦河町の思議伝牧場は、1949年に生産したヒンバの高畑が、 朝日杯山菜ステークスなど32,026章。札木賞、東京優春、優春品馬2着となるなど活躍。繁殖品馬としても、孫に1974年の東京生涯特別を制した、菓子九1975年の北海道山菜ステークスを制した神一という重賞優勝馬が生まれるなど、不思議伝牧場の主軸メス系となっていた。 多くの牧場がその時々に流行しているシュボバに合う繁殖品場を外国から盛んに導入していたものの30年以上、不思議伝牧場では行われず1986年のナルオ記念を制したロンスパークを最後に重症から遠のいていた。不思議伝牧場会長の福木田達夫はいい時代はずっと続くわけじゃない。 だから派手にやるなという父の心情に応え続けていた。しかし、立党トレーニングセンター所属の調教師である、伊藤雄二から突然電話にて、1億円以上する日歳品馬を将来の繁殖品馬として購入を持ちかけられ、実物を見ることなく、ビデオと写真を確認してのみで購入を決意した。達夫は、いい守護馬を配合していけば何等かの産区で、元が取れる年、 辰夫の長男で社長の辰ツはオープンまで行って重症の一つでも取ってくれるのならそんなに高い買い物でもないという認識であった2001年5月18日に武田ステーブルに移動代表の武田修業に伊藤はわざわざ検疫所にスタッフ派遣を要請するなど手間をかけていた3ヶ月の着地検疫期間では武田ステーブル隣の日清牧場のダートコースで 調教が行われた。検疫を終えた8月には、京芝育成調教センター直線700メートルの半路にて調教が行われた。武田ステーブルでは、馬長の延辺島大圭氏のみが調教に騎乗した。だが、半路を1回上がるだけで息が上がってしまうが、2本3本することができた。ちょっとした外傷と軽い熱発の治療は2回のみと、健康で順調に育成された。 取材に訪れた村本公平は、こう記している。その馬を見た瞬間、何がどうだからというのではなく、とにかく体が震えた。体のバランスは素晴らしく整っていて、首、肩、足、とも、といったパーツの一つ一つから伝わってくる、威圧的なまでの迫力に、言葉が出ない。村本公平9月13日、武田ステーブルを出て、伊藤雄二旧舎に移動した。 辰夫の孫、辰ツの息子であるオサムによって、ファインモーションと名付けられた。第2候補、マーメイドパール第3候補、ビューティフルデーを用意していたが、馬名審査に合格し、ファインモーションとして競争場デビューすることとなった。2001年12月1日のデビュー戦では、安城武と世のもと、スタートから先頭に立ち、後続に4馬身の差をつけて逃げ切り勝利。 逃げたにもかかわらず、上がり3ハロンのタイムは出走メンバー中最速だった。例年関西の有力馬が出走する、阪神市は2000メートルの新馬戦でボバ相手に、落勝したことから、大きな注目を集め、部は、海外で競馬をさせたいと発言していた。その後は、馬が未だ出来上がっていないという調教師の判断と、 骨折というアクシデントもあり、成長を促すため長期放牧へと出された。部はフランスで出走させたいと話し、陣営はフランス戦議に、フランスオークスへの出走登録をしていた。春の大歌唱、優順品馬は、当時の規定により出走不可能だった。3歳夏に、函館の500万下条件戦復帰した、ファインモーションは、ボバ、コバ相手にコバ審査で圧勝した。 さらに札幌で行われた、長距離戦赤ん庫特別において、再びボバ、コバ相手にコバ審査で圧勝。いずれも先行して突き放す強烈なパフォーマンスだった。続く、ローズステークスでも、安城の松永美きお騎手が手綱をほとんど動かす。ことなく三馬審査の楽勝で重賞初制覇を飾る。無敗で駒を進めた第七回終歌唱。 単勝1.1倍の圧倒的指示を受けた、ファインモーションは、安城武豊騎手の下、後位から抜け出すと一気に後続を引き離し、2着に、周荷詳細が異議差となる3馬身1、2差をつけ、1.58、1のレースレコード帯で GI 初制覇。次のエリザベス王杯ではに、3番鉄位層から上がり3回を33.2秒で、まとめ、2馬身1、2差をつけて勝利した。 エリザベス女王杯のレース後、あまりの強さに、竹豊は兼領室前で、怪物屋と一言漏らし、インタビューでは、乗り手が、こんなに乗ってて気持ちいいと思う馬はいないと絶賛。無敗での小バジー愛制覇は、史上初であり、2019年に、クリソベリルが同じく6000無敗で、チャンピオンズカップを制するまで、約17年間にわたって、ファインモーションのみが達成した記録であった。 エリザベス女王杯に勝利したファインモーションは、その年の大一番、第47回、アリマ記念に出走することになった。ファン投票で2位、単勝2.6倍の一番人気に支持されるが、逃げの形になったレースでは、タップダンスシチィの一周目まくりでペースを完全に崩されて、シンボリクリスエスの5着に敗れ、初めての敗戦を喫した。それでも、 その年の JRA 賞最優秀3歳品馬を受賞した。2003年はクイーンステークスからの指導を。単勝1.4倍の一番人気に支持される。それまでの先行策を取らず、中段から刺す形となり、逃げた、大隅遥かに猛然と追いすがるも首差2着に敗れる。小回りの札幌競馬場、しかも開幕週ということで前残りの馬場だったこと、そして、 その当時はまだ副兵扱いだった、大墨遥と6キロの金量差など、不利な天皇王位レースではあったが、前年までに比べると、物足りない結果となった。続く毎日王冠でも、単勝1.3倍の一番人気に支持されたが、道中折り合いを変えて暴走してしまい7着と大敗、外国三馬の出走枠に漏れたために、天皇賞への出走を断念する。そして次走に選んだのは、 マイルチャンピオンシップで有利にレースを進められたもののゴール前で揺らんだるの強襲に合いに着。年末の阪神頻馬ステークスでは首差ながら単勝1.4倍の一番人気に応えて1年ぶりに勝利を得る。2004年は安田記念を生涯最低着順の13着に敗れる。このレースでは安上の武器種が道中ずっと立ち上がるような姿になるほど折り合いを 書いており、ほとんどレースにならなかった。この後、2000メートルの路線に変更し、箱立記念に出走した。ここでは終始、大外を走ったためかなりの距離ロスが生じ、さらに貧場ながらのトップ金量もあってか、内ちをついたクラフトワークに首差の2着となった。次の札幌記念では、バランスオブゲームやローエングリーンなどボバ重症馬を相手に同金量でのレースとなった。 安城の竹と騎手は、最後肩からの追い込みの先鋒を取り、4コーナーではまくり気味に先段に取り付き、最後の直線では末、足を繰り出して勝利した。秋は、当初エリザベス女王杯への参戦も視野にあったが、主戦の竹豊が、アドマイアグルーヴに乗るという事情などもあり、マイルチャンピオンシップに回るが、9着に敗れ、このレースを最後に現役を退き、 オーナー所有の不思議伝牧場で繁殖入りした。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。不思議伝牧場で繁殖品場となり、初年度はキングカメハメハと交配された。しかし不受体に終わり、以後も受胎することはなかった。その後、医学的に受胎が不可能であることが分かり、繁殖品場を引退した。 前述の通りもともと不木伝牧場が繁殖品馬として購入した馬であったが結局当初の購買目的を果たすことはできなかった現在は功労馬としてつなぎをされているファインモーションが繁殖入りする際に伊藤が最も期待していた配合相手が名手母バサンデーサイレンスだったがファインモーションの予想以上の活躍により繁殖入りが遅れ同馬が 現役中にサンデーサイレンスが死亡。伊藤が最も期待していた背後は幻となった。ありがとうございます。